一大ビッグイベント東京ゲームショー97秋を徹底リポート。話題の新作が次々登場するぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。やってまいりました。はい、第23回手ごねハンバーグ大会。はい、時間世界の手ごねハンバーグ師の皆さんがもうこんな大会あっても見に行かないし、もう幕張メッセ中でもゲーム、新しい新作ゲームが止まってあるわけじゃないですか。私はね、もうどっから見ていいか分かんなくて、もうそうでしょ、東京に行った息子に顔向けができないよ、もうそう思うでしょ。思いますよ。だからね、今回はちょっと用意させていただきました、案内役を。案内役、はい、どなたですか。この方です。ダーン。本日は当社をご利用いただきありがとうございます。涼しいと入ってきた。テレビの華やかなもう感じがもう台無し。ファミ通トラベルってことは、あなたはトラベル会社ですか。そうです。で、我々は案内してくれるんですか。そうです。あと涼しい顔だね、おい。本当にね、案内しろよ早く。じゃあ迷子になりますんで。はい、うん、迷わないでついてきてください。分かったよ、分かったよ。それでは行きましょう。お、行こう、はい、行こう、行きましょう。ちゃんとついてきてくださいよ。ついてくる、ついてくる。どうぞ。だから地味だな、あの人。ゲームの祭典東京ゲームショー97秋、出展者数は100を超え、あちらもこちらも超新作ばかり。今回もね、すごいにぎやかなこのゲームショーなんですけども、すごいです、熱気がもう。俺に言わせりゃね。何、うるせえよもう。うるさいのはだってもう分かってたことじゃないの。いや、もう聖徳太子じゃねえんだからよ。じゃあ最初は、はい、やっぱりここしかないでしょう。どこですか。スクエアです。おお、初めから行っちゃいますか。はい、行きましょう。行くか。はい、じゃあ行きましょう。はい、スクエア、スクエア、スクエア。うるせえんだよ音声さん、戦うぞ今日は。次々と対策を送り出すスクエア、美しい CG 画面が予想以上に動いていたぞ。パーッと後ろ見ただけでも、フロントミッションのセカンドがあり、オルタネイティブがあって、でそれからゼノギアス、アイハンダー、パーステルス、ほとんどがね、もう大体触れる状況になってる。そうですね、本当は今回チョコボですとか、はい、パラサイトイブも間に合えば出したかったんですけれども、はいはい、まあ、ちょっともう少し作り込んでからと思ってまして、それはもう前の方の大型スクリーンで未発表の映像を見ていただいてます。向こうのスクリーンで映ってる映像がすごいのよ。え、じゃあ行かないと、見ないと。そうですね、見に行かないと。大音響ですけれども、はい、素晴らしい音楽 でインパクトの映像でやってますので、はい、楽しめます。はい、絶対行きたいと。我々もちょっとここはゲームをゆっくり見させてもらいましょう。はい、まずは新作 RPG ゼノギアス。主人公フェイの暮らす平和な村が突然軍事帝国に襲われる。その原因が自分の秘密にあることを知り、フェイは真相を明らかにするため旅立つ。ギアと呼ばれるメカを操り答えを見つけ出せ。僕たちの幸せは何か。次はチョコボが主人公のダンジョン RPG、 チョコボの不思議なダンジョン。臆病だけど知りたがり屋のチョコボとモーグリのアトラ、旅する2匹が訪れた村に突然奇妙なダンジョンが現れた。おなじみの魔法やモンスター、召喚獣も登場。 FF 世界から飛び出した不思議な冒険物語が始まるぞ。3つ目は人気小説を題材とした期待の RPG、 パラサイトイブ。物語はクリスマスイブのカーネギーホールから始まる。ニューヨーク市警のアヤブレスが巻き込まれた事件、それは人類とミトコンドリアの存亡をかけた戦いの幕開けだった。そして最新アクションゲーム、総会議。突然日本を襲った大異変、その災害を境に各地に正体不明の怪物が出現する。全てがポリゴンで表現されているため、360度全方向に自由に移動が可能。また随所にポリゴンによるイベントが導入される。はい、次は早速セガ行ってまいりましょう。はいはい、静かにして静かに。はい、セガには伊集院さんの大好きなソフトあります。はい、楽しみにしてください。静かに。痛い。伊集院さんも楽しみなソフトが待っているセガ。おなじみの竹崎さんが新作を紹介。セガあんた叫んでる場合じゃないんだよ。竹崎さんです。 This is cool。 あのね、竹崎さんですとか、はい、This is cool とか言うんですよ。プロサッカークラブを作ろう2ですよ。
懐かしいですね、ユーさん、そういえば。何が懐かしいんですか。前のゲームショーで、はい、赤グラム発表しましたね。それ発表してから音沙汰ないじゃないですか。どうなってるんですか。いよいよ登場しました。ロムになりました、やっと。あ、もうちゃんと機械で動かしてますね。遊べます、ね、本当に。あのこのゲームは私推薦のゲームなんですけど、あの1と2で変わったところはどこなんですか。今回ですね、オリジナル選手を作って、うん、メンバーとして参加できます。自分自身のキャラクターをですね、はい、作ってですね、入れることができる、入れて、はい、サッカークラブを作ったらプロ野球チームも作ってください。これやばいわ。野茂選手がなんか、野茂選手はちょうど今出てますけど、インタビューされてる。野茂さんはですね、今回のもともとこういうゲームを作りたいというご提案からいただいて、はい、さらに野茂の方から、野茂さんの方からそれで、うん、さらにそのゲームシステムの構築とかですね、例えばね、ほらゲームってチーム何人しか入れられないねとかあるじゃないですか。セーブできる範囲、本体のセーブのメモリをいっぱい使っても1チームあたり何人しかできないとか、そういう人数だったら、はい、じゃあピッチャーを何人で、キャッチャーを何人で、うん、外野手内野手こういう比率でやるべきだとかですね、はあはあ、めちゃくちゃ細かいんですよ、注文が。野茂さん自体は、そのアメリカに渡るときに、あのスーパーファミコンとダビスタ持ってたのも有名なので、ゲームはすごい好きですからね。めちゃくちゃゲーム好きなんです。だから坂津くんもやってますもん。あ、そうなんだ。あ、そうですか、ね、これいつ出んの。これはですね、冬。また来たよ、バカ天だよ。それはさ、じゃあさ、日本の冬なの、それともオーストラリアの冬なの。大丈夫、日本の冬です。日本の冬。2つ目のソフトは、あの新感覚スポーツ育成シミュレーションの続編、 J リーグプロサッカークラブを作ろう2。パワーアップして帰ってきた今作では、オリジナルの選手を作成することが可能。さらに地元に投資して街を発展させたり、レストランなど前作にはなかった施設の投資も可能になったぞ。2つ目は、つくろうシリーズ最新作、プロ野球チームもつくろう。球団のオーナーになって自分の理想のチームを作れるこのソフト、現在ある12球団全てが使用可能。もちろん名前も変更できるぞ。なんとゲームに登場するキャラクターは二頭身。そして3つ目は、ソニックチームの最新作、バーニングレンジャー。プレイヤーは特殊消防レスキュー隊バーニングレンジャーとなり、危険な災害地に取り残された人々を救うのが目的なんだ。 3D 空間を自由に走り回る爽快感とスリルが楽しめるぞ。さあ続いては、はい、バンプレストいきましょう。バンプレスト、バンプレスト、バンプレストでは例の、はい、シミュレーション RPG がロボット系だ。そうです。空にそびえる黒金の城と見せかけてお持ち上げきてる。もういいから、もういいから、行きますから。二人とも歌い出しちゃって絶好調のようですけど、バンプレストの一押しをちゃんと聞いてきてね。バンプレスト、バンプレスト、バンプレスト。あのホッチキスの球カチャってやって、こうやって見るとバンプレスト。あ、すごいっすね。なりますよね。確かに。どこでも寂しい時にはバンプレストになれますからね。まあそんなザレ事はさてもいいんですけど、はい、バンプレストさん、今回目の前は何ですか。スーパーロボット大戦 F、9月25日発売の、サタン用の CD ロボです。一番の売りは何ですか。一番の売りはやっぱり、うん、超豪華声優陣と、あとロボット作品がたくさん出てくる。マジンガー Z から、まあ、今にエヴァンゲリオン、うん、で250人ぐらいキャラ出るんですけども、うん、それに全部声を入れてるんで、おそらく120人も声優使ったアホなまでは我々しかしてないんじゃないかな。そんなに、すごいね。そんなにいるんだ声優さんも。いるいる。そりゃ当然大山信代が入ってますよ。入ってますよね。しかも綾波レイの声でね。入ってますよね。僕綾波レイ、どこでも行け。それやばいっすよ。それ入ってないですか。入ってない。それ綾波ファンが怒っちゃいますよ。そうですね。大人気シミュレーション RPG の最新作、スーパーロボット対戦 F。パワーアップしてサターンに登場する今作には、前作では登場しなかったキャラクターたちが多数採用されている。第4次の移植版ではない新しいスーパーロボット対戦が楽しめるぞ。破壊する。次はクオリティの高いソフトでヒットを飛ばすソニーコンピューターエンターテインメントの新作を広報さんに解説してもらいました。日本、アメリカ、イギリスの10社、87車種、128グレードの実車が登場するものすごいレースゲームが登場いたします。グランツーリスモ、11月の発売予定です。それまでぜひお楽しみにしていてください。リプレイ画面もとてつもなく美しいんですよ。
自分の走りをぜひこの美しいリプレイでご覧になってみてください。あの秋元康さんがプロモーションをプロデュースしているこのソフト、エイプアゴーゴーの主人公エイプ君はとってもドジでとってもおしゃまな子なんですけれども、悪者から仲間を助け出すために精一杯頑張る姿を見ると皆さんきっと好きになってくれるはずです。とっても愛らしいんですよ。プレイステーションソフトエイプアゴーゴー発売は12月です。ぜひご期待ください。よろしくお願いします。今週は東京ゲームショー97秋のパート1、新作映像と各ブースの模様をお伝えしています。はい、どんどん次行ってみますよ。次どこ次はナムコです。ナムコには期待の RPG とあの有名な野球ゲームありますので、はい、行ってみましょう。よし、行こうぜ、はい、早く行こうぜ。新作 RPG を中心に野球ゲーム、格闘ゲームと多彩なジャンルで新作発表したナムコ。ナムコです。ナムコの一押しは何ですか？今回はあの何といってもこの後ろにブースを構えておりますテイルズ・オブ・デスティニーという超大作ロールプレイングゲーム。ロールプレイングゲーム、はい、ソフトの内容も素晴らしく出来上がっているんですが、はい、周りのキャストが豪華に、固めておりまして、主題歌をですね、ディーンさん、ディーンさんに主題歌をオリジナルに。なんか今のカチンって感じで一応流しと。今体験版の方をあのこちらの武装で配っておりまして、これをあの視聴者の方に、まあ10名ほどあのこのブースでしかもらえないんですが、特別にプレゼントいたします。じゃあもうこの限定版なの？限定です。あんたいい人だよ。前もペンダントとかくれたよ、あんた。ようやく差し上げたいなと。ありがたいよ。明日ってこの野球ゲームは早く出してくれ。そうなんですよ。あのそう思いまして、あの今回任天堂64の方で、ファミスタ。ファミスタ64。よかったね、いよいよ。いよいよ。そんなこと言ってね、今までずっとやってたんだけどね。ここに来る前にやってた、2人で。いかがですか？面白いね。野球やるモードの他にもう一つついてるんでしょ、はい、あのそうですね、今回あのロールプレイングの要素を、踏まえた、君の最強チームモードというのがありまして、あの自分のオリジナルチームを作るんですよ、日本全国歩き回って、選手を獲得して、自分の独自のチームを作り上げると、それで友達と対戦するなり、ペナントレースと戦うなりと、そういった遊びができますね。まず最初のソフトはスーパーファミコンで好評だった RPG の続編テイルズ・オブ・ディスティニー。前作で好評だった戦闘システムもパワーアップ。物語は天地戦争と呼ばれる戦いから数百年後の世界を舞台に繰り広げられる。主人公スタンを待ち受ける運命とは。次は大人気野球ゲームの新作ファミスタ64。ポリゴンになったキャラクターはモーションキャプチャーによりリアルな動きになったぞ。またサンディスティックにより反応の良い細かい操作なども可能。選べるモードは新しくできた君の最強チームなど多彩。続いてはプレステで格闘ゲームも出したハドソン。人気シリーズの新作も出てきたぞ。ハドソン、何言えよ。ハドソン、ハドソンですよ。はい、さあハドソンは今回は目玉は何ですか？はい、任天堂64用ソフトバグボンバーマンです。その話を聞いてからですよ。もう我慢できないんだから。64じゃないですか、はい、今までのボンバーマンと違うところはどこですか？はい、もう大きな違いは立体になったということですね、はい、フィールドも全てフルポリゴンで、キャラクターも 3D、で今までの 2D のボンバーマンとは全然違います。で、爆弾もですね、今までは、十字に爆発していたんですけれども、はい、今回は円形にですね、高さの概念もありますんで、丸く爆発するんですよ、はい、で、あと爆弾の、持ち上げですとか、キック、これが最初から使えるようになってまして、はい、多彩なアクションが楽しめる。まだですね、64のソフトで、今日初公開ですね。何でしょう？電流イライラ棒。電流イライラ棒、電流イライラ棒、イライラ棒、やりたいです。64の
ソフトでイライラ棒なの？ええ、そうです。じゃあ64に電流が流れるようになったりするわけ？いや、電流は流れないんですけど、ブルブルします。あ、ブルブル対応。ええ、ブルブルします。ブルブルブル。それある？ある、どっかにある？こちらの。やりたいです、ええ、これで 3D スティックで微妙に動かしていただいて。これすごいらしいよ、失敗するとね、激痛が走るらしい、ええ、まだサンプルなんで、実際の振動感と対応はしないんですけど。失敗したら大変だよ先生。頑張れ頑張れ。ほら、今来た今。あれ、ゲームゲームから、ゲームからよ。すごいよ。ということで、実際の、辻アナウンサーの実況も入ってます。あ、いいじゃん、おさらやってみない、おさらやってみよう、やってみようやってみちゃった。すごいのよ、振動パック対応だから、マジで。あ、じゃあかなりすごい勢いで来るよ。どう？あー、ダメだって。何やってんのよ。来た今。びっくりした。何やってんのよ。本格的に来るから。すごいですね。じゃあ今やっちゃった。あれ、これなんですか。あれ、なんだろう。何これ。これいいと思います。はい、パーティーゲーム。これ発売はいつなんですか。年内予定で。年内予定です。わ、はい、かりました。年内予定ということで。ちなみにちょっとやってみてもらえますか。どれぐらい来るのか、はい、どれぐらい来るのかちょっと見てみたいですかね。いいよ、ものがよ。あ中途半端にするなよ。まず一つ目はおなじみのソフトが64に登場、バクボンバーマン。今作では全てがポリゴンのため、高さの概念もあるぞ。選べるモードはバトルモードの他に5つのワールドが用意されたストーリーモードが存在。ワールドの謎を解いてもボスが待っているぞ。2つ目はテレビ番組などでおなじみのうっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー、電流イライラ棒。サンディースティックをフルに活用したこのゲーム、テレビ番組で使われた歴代のコースやオリジナルコースが用意されているんだ。選べるモードはタイムアタックの他に対戦モードがあるぞ。そしてハドソン初のプレステ用ソフト、ブラディロア。このゲームではボタン一つでキャラクターが獣に変身。このシステムにより高い戦略性が実現されているんだ。さらに家庭用ならではのオリジナル要素も追加されている。爽快でスピーディーなバトルが楽しめるぞ。サターン初参入をしたエニックス、美しいグラフィックで話題の新作がこれ。エニックスのサターン参入の第1弾になります。イラストレーターと映画監督として有名な雨宮啓太監督と、それからワンダープロジェクト J シリーズのギブロとが組んだ、作品です。ジャンル的にはアドベンチャー RPG ということで、11月27日の発売予定です。ご期待ください。いつも個性的なソフトを出し、会社自体にもファンの多いアートリンク、あの人気ソフトがまたまた進化して登場したぞ。A5 は鉄道会社を経営しつつ都市を育成するシミュレーションゲームです。特徴としまして、簡単な操作性、美しい 3D ビュー、多彩な列車などがあります。まさに究極の A 列車と呼ぶにふさわしいでしょう。発売は12月、価格は6800円です。メインステージでは注目のクリエイターズカンファレンスが行われた。ゲームクリエイターの方々の貴重なご意見をちょっとだけ聞いてみると、自分のね、その人のゲームっていうのがやっぱ流行るんじゃないかなと思って、なんかだんだんもっとね、大きいのじゃなくて個人的なものとかっていうのも僕なんかすごく見たい気がしてきたんですよ。僕はやっぱりコミュニケーションっていうのがすごく大切だと思うんですよ。そう、それが目標なゲームであれば、その部下の中で自分のコミュニケーションを取る、何かを育ててコミュニケーションを取るとかいうような、そういう、今の時代にちょっとまあ悲しいかな、解説されてないところの部分を、取り入れたものがどんどん出てくるということは思います。あ、わかりました。僕が7年前に作ったソニックザ・ヘッジホッグってありますけど、はい、あれは一番最初のメインビジュアルになっているフィールド面のビジュアルを女性が担当してああいう雰囲気を出したんですよ。あれは男では多分できなかったんじゃないかと僕は思っているので、そういう意味ですごく女性がもっともっと進出してほしいなとは思うんですけど、で今井野さんみたいにバーンと自分の考え方をストレートにですよ、こういう会場でも言えるし、これはねすごいことなんですよ。でそれはねゲーム業界が持ってる自由度だと思うし、素晴らしさだと僕は思います、はい。
この3人。アーケードで大人気のシューティングゲームの移植版、オリジナルステージが遊べるサターンモードやスコアアタックモードが追加されたぞ。アーケードから移植された硬派なシューティングゲームです、めちゃくちゃ弾よけが熱いです、ただ敵を倒していくというものではなくて、連続して敵を倒せば高得点が入るというですね、目的性を持たせたのも良いと思います、久々に得点を競うのが楽しいゲームです。声優志望の女の子を手助けし一人前に育て上げるシミュレーションゲーム。女の子の声を演じる声優を自分でキャスティングすることもできるぞ。育成シミュレーションというよりはうまくパラメータをアップさせるためのヒントを探し回るアドベンチャーゲームをやってる感覚です。徐々に増えていく行動範囲にワクワクしちゃいます。女の子が8人もいるのはちょっと多すぎっていう気がするので 4,5 人が妥当じゃないかなと思います。戦闘ヘリを操り悪の陰謀を阻止するのが目的のシューティングゲーム。要人救出や敵基地破壊などさまざまなミッションを遂行しよう。バリバリ撃ちまくるのではなく効率よく任務を遂行するシューティング。爽快感は薄いですが達成感は高いです。リアルタイムで状況が変わるのも面白いところ。グラフィックが綺麗で操作性が良く雰囲気もそれっぽいです。ただし細かいシステムや画面の見方が複雑で分かりにくいのは難点です。今週は、幕張メッセからね東京ゲームショー97の模様をお伝えしてきたんですけれども、どうした？早めに突っ込んでくれ喉が凍っちゃうかと思ったよ今週は幕張メッセぐらいでもう来ると思ったからもう喉人口にぴったり当ててたらもう大出しちゃってもうここが入ってたの、うん、もうどうすることも無理しなくていいから2個目だしね、うんうん、内容どうだったの？面白かったんですけど、うん、メッセ広すぎてまだまだ紹介できてないところがあるじゃないですか。添乗員の小田さん、もうねたくさんあるんですけども、うん、なんちゃ坊主2人の思いはもう疲れました。もうなんでよ、今日この会場来て何回この男にヒップアタックかましたか。すごいよ、そのたび飛んでたからね。多分ね、1、2箇所はちゃんとカメラが捉えてると思うんですけども、俺思いっきりヒップアタックかましてグッと振り向いたらカメラ来てねえ時とかあるから。撮ってない時とかもやられてるからね、おさらさんは ねボロボロですよ、ね、ボロボロだよね。まだまだ行こう、まだまだ紐高いし、うん、行こうよ。アイドル食べながら行こう。あ、ダメ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 、熱気で溶けちゃうから早いな。だってアイドル終わんなかみんな行かないって言うから子供じゃないんだからついてるから、ね、えお腹も痛くなるし、見てる間に落ちてくるよ。置いてくからね。いいの？それでも。いいの？あれ、もういい。やらないの？でも行こうか。見に行こうか。ね、よし、行こう。お腹痛くなる？お腹痛くなるよ。どうすんの？そういう風になったらもう知らないよ。行きますよ。お腹痛くならなかったらまた来週ね。お腹痛くなったら来週はお休みよ俺は。大丈夫、来週もちゃんとやるから。じゃあ来週ね。はい、また痛くなる。まだまだこれからさ、永遠に夏休み。今週のプレゼントはファミ通よりみんなのゴルフ公式ガイドブックを10名様に、ナムコより東京ゲームショウのブースでしか手に入らないテイルズ・オブ・デスティニー体験版ソフトを10名様に。番組への要望などを書いてご覧の宛先まで送ってね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。